おはようございます。最近の相場解説しっかり見ていただいてありがとうございます。今日はですね、ある方から S さんという方からまあ結構ね頻繁にメッセージいただくんですけども、相場解説を見ながらすごく参考になっているということで、昨日おとといの取引のね結果をメールでお送りいただきましたので、ちょっと朗読しながらこの大和くんと一緒にね、お話したいと思います。おはようございます。 S です。一昨日は104円80銭あたりのゾーンにこだわりすぎて強烈な下げを取りませんでしたが、解説通りに3本ヒゲと幅の小さいレンジからの上げでしっかりと取れました。よかったですね。あれがね、分かるようになってくると本当に勝率上がりますからね。で今まで漠然と窓を開ける埋めるを素直に見ていただけだったのですが、そうですよね、あれはね最初はそうなんですよ。その場所の意味合いを考えるようになってからは素直にエントリーできるようになっています。私もだんだんね窓についていろいろと迷信であるところとそれから従っていいところとの見分けがついてくるようになりましたね。はい、で1年前からは考えられなかったことです。私も3年前から考えられなかったような世界が展開されております。今月はちょうど3学期ですので、期末試験で中学2年に進級を、目指したいと思います。ああなるほどね。トレードの1年生から2年生に進級する時期ですよね。確かにね、春ですからね。私もですね、もう心機一転といいますか、今年に入って分かりやすい相場解説をより具体的にということでお届けしましたけども、基礎用語が入ってない方には相変わらずね、何言ってるのか分かんない、適当なこと言ってんじゃねえみたいなことを言われたり、もっともっとレベルの高い方からはそんなこといいからもっとこういうことをやりましょうよっていうのをいただくんですけども、あくまでね私の発信が役に立つ方向けの発信ですから、お前の相場解説役に立たないよっていう風なレベルの高い方はちょっともうちょっとレベルの高いね解説を見に行った方がいいかなと思います。あくまでこれ本当にね一般公開の解説ですから、大したことはできてなくてすみません。でもねその中でもこうやってメールをいただいて取れるようになったよとか分かるようになってきたよっていうのがねもう本当に励みです。これからもよろしくお願いします。それではまたメッセージお待ちしてますね。失礼します。